はい、今回の動画はですね、改造プラレール JR 九州817系3000番台を紹介します。種車はですね、つくばエクスプレス2000系を使いました。まあ、細かいことを言うとですね、まあ、7年前くらいに作った817系3000番台の改造プラレールのですね、まあ、塗装を剥がしたり、まあ、顔を作り直したりとかしてですね、まあ、再改造したっていう感じですね。はい、それではですね、門司港方面の先頭車両から順に紹介していきたいと思います。はい、前面はこんな感じとなっております。前面の行き先表示は門司港行きとなっております。編成番号はですね、 V3007 となっております。で、あとですね、前照灯というかね、前のライトがつくようになってまして、下側にあるですね、まあ、ここのスイッチをオンにすると、こんな感じですね、前のライトが光ります。で、ちなみにライトはですね、まあ、電球色の LED を使用しています。はい、続いて左側面です。左側面はですね、こんな感じとなっております。はい、このね、乗務員扉とかね、まあ、この辺の窓とかはですね、まあ、プラ板で作っております。で、こっから先ね、この辺の後ろはまあ、つくばエクスペース2000系のままって感じですね。まあ、この辺の乗務員扉の周辺だけ、まあ、プラ板で作ったって感じですね。まあ、あとはつくばエクスペース2000系のまんまですね。はい。で、あとですね、まあ、側面のね、行き先表示をね、見ていきたいと思います。側面の行き先表示はですね、区間快速、福間まで快速、門司港行きとなっております。はい、続いてつま面です。つま面はね、こんな感じですね。まあ、特になんかいじったりとかしてないですね。はい、続いて右側面です。右側面はですね、こんな感じとなっております。続いて屋根でございます。屋根はですね、こんな感じとなっております。まあ一応ですね、まあ高級プラ棒ですね、まあこの屋根の筋というか、モールドというかね、まあこういう感じ、ビートって言ったらいいのかな、まあわかんないですけど、この屋根のね、凹凸もちゃんと再現しております。続いて中間車でございます。中間車はですね、こんな感じとなっております。まあ、中間車の側面はですね、まあ、特にね、つくばエクスペース2000系からね、いじくってないですね。まあ、単純に、まあ、塗装を塗り替えたっていう感じですね。で、続いて屋根でございます。まあ、屋根はですね、まあ、少し加工を施してまして、まあ、つくばエクスペース2000系だとですね、まあ、パンタグラフが2つついていたんですけども、こっち側のパンタグラフは撤去して、まあ代わりにですね、まあ、この屋根の凹凸というかビートというかね、まあ、そういう感じの筋みたいのを追加して、まあ、あとね、ここに四角いプラ板をですね、貼り付けました。で、こっち側はですね、まあ、つくばエクスペース2000系のまんまですね。続いて、大牟田、荒尾方面の先頭車両でございます。後尾車はですね、こんな感じとなっております。この車両はですね、まあ、後尾車なので、まあ、尾灯がですね、こんな感じで点灯していますね。で、行き先表示はですね、後尾車も先頭車同様ですね、門司港行きとなっております。はい、続いて側面でございます。側面はですね、こんな感じとなっております。ちゃんとですね、この車体と顔の隙間のですね、この九州レールウェイカンパニーっていう文字もですね、ちゃんとシールで再現しております。はい、つま面はこんな感じですね。続いて反対側の側面です。反対側の側面はですね、こんな感じとなっております。大牟田荒尾方面のね、まあ、先頭車にはですね、まあ、ここにトイレがついているので、まあ、ここの窓をですね、まあ、パテでちゃんと埋めました。で、ここね、トイレの部分にですね、コミュータートレイン817って書いてありますね。通勤列車817系って意味ですかね。はい、続いて屋根でございます。屋根はですね、こんな感じとなっております。最後は走行動画です。JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は途中福間まで快速の区間快速門司港行きです。これより吉塚、千早、加津、復興台前、古賀、福間の順に止まります。福間から先は終点門司港まで各駅に止まります。車内は禁煙です。おタバコをご利用ください。
までご視聴いただきましてありがとうございました。また数ある動画の中からこの動画を選んでいただきましてありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録をすると便利です。